식은 죽 먹기죠. 드시고 하세요. 안녕하세요. 다홍입니다. 今日はじゃあグローリーから 한국어勉強してみましょう. 식은 죽 먹기죠. 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 意味は朝飯前ですよという意味になります. 식은 죽 먹기. 朝飯前という意味です。 ぜひ覚えておいてください。 直訳しますと、 冷めたお粥を食べることという意味なので、つまり簡単にできるという意味になります。 似ている表現としては2つあるんですが、 누워서 떡 먹기。 直訳しますと、寝ながら餅を食べる。 そしてもう1つが、 땅 짚고 헤엄치기。 땅 짚고 헤엄치기. 地に 手をついて 地に ついて 泳ぐこと という 直訳になります。 どれも全部 朝飯前 とっても簡単だ という意味になります。 覚えておいてください。 드시고 하세요.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  意味は召し上がって やってください。 ご飯を先に食べてからいろいろやってくださいという意味ですよね。 召し上がってやってくださいという意味です。 この드시다は食べるの먹다 または飲むの마시다両方に使える尊敬語の召し上がるでございます。 ではこの드시다を使った例文をいくつか紹介いたします。 何を召し上がりますか? 뭐 드실래요? 뭐 드실래요? 美味しく召し上がってください。 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. ここで お召し上がりになりますか? 여기서 드실 거예요? 여기서 드실 거예요? これ召し上がってみますか? 이거 드셔보시겠어요? 이거 드셔보시겠어요? 冷める前に召し上がってください. 식기 전에 드세요. 식기 전에 드세요. 식은 죽 먹기죠. 드시고 하세요. 本日のレッスンが良かったなと思う皆様、 ぜひいいねを押してください。 そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。 안녕。